あ、はい、でも今日はですね、商工会議所から封筒届きましたね。それ開けていきたいと思います。ほな、開けていきます。何やこれ大丸大丸のなんか箱かな ?2022 年商工会議所会員ステッカーです。これ貼ってれば企業の信用とか上がりますよってやつらしいです。チラシが結構何前か入ってますね。えー、ご入会いただいてありがとうございますっていうのと、あとなんかステッカーの使い道みたいなの書いてますね。メルマガのチラシ。えー、労働保険の事務委託サービスのチラシですね。 スーパーとかと商談できますよってチラシ。サイバースキュリティのチラシ。セミナーのチラシ。人材育成のチラシ。ウェブ研修。人間ドック。病院。保険ゲー m 代行サービス。事業者向け案内の冊子。ガイドブック。新会員を紹介するとなんか特典つくみたいですね。などなどのチラシが入ってましたが、やっぱ一番気になるのはこれでしょう。まあ多分ね、思いからしてなんかペン系やと思うんですけどね。やっぱり。 なかなかいいじゃないですか。ま今回はこんな感じで以上になります。それじゃ。